ドバディ2同時視聴会どこ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 第18話いやどうもタイガー&バディの、コンビニに行くと新作のカップラーメンをチェックしちゃう方小鉄役平田博明でーすイエーイなるまみさんありがとうはいタイガー&バニーのパン屋さんでパンを選んでいるとき、うん、無意識にトングをカチカチしちゃう方、うんうんうん、バーナビーブルックスジュニア役森田正和ですどうもはいこちら鉄菱コンペイトさんからいただきましたありがとうございました食い物ネタで被ったのそうですね、今日なんか意地汚いの二人してないですよ意地汚い、ね、食は文化でございます意地汚いねいや意地汚い食は文化でございます一番大事ですよ、ね、だって食べなかったら人間生きられないんですからそうだねそうでしょそんなわけではい本日は久々にスタジオを飛び出しいや最近ですよ最近よく出てます久々でもないんですよでも2話続けてまあそうなんですけどそんなにでもない2話続けてスタジオだったろじゃあ久しぶりですかうんまあ、まあ、1日通りだったけどああじゃあ行きましょう、はい一蘭さんにお邪魔しておりますイエーイこちら昭和35年創業のですね、はい、ラーメン屋さんでございますちょっと待って一蘭さんって言ったら誰にこびりついてるんだこびりつくって言わないのそうじゃないのむしろこっちがこびりついてるんですよ、うん、そうでした誰がこびりついてんだよだからこびりつくっていうワード外しませんちょっと今嫌な汗かいてるんですよ違います違いますスポンサーの誰が背負ってんだ誰ですかね誰ですか豚骨でしょ違う違うそれじゃないそっち違う違ううちの豚骨でしょ違う違う色もちょっと似てる部分あるけど違う違う違うあいつは置いといて、はい、キントちゃんですよねそうです、はいはい、ということでございましてキントちゃんがお世話になっております一蘭さんですドラゴンキットがね、クライアントとしてこれね耳にくっついてますけど、ねうん、耳にくっついてな、はい、ということでその一蘭さんにお邪魔しました天然豚骨ラーメン専門店ということでございます天然天然養殖豚骨もあるのか聞いたことないですねちょっとみんな調べろとにかく天然なので、はい、取れるわけです取れるわけです、ね、今日は、こちらの東京のオフィスにお邪魔しての収録 と、 と、はい、本社じゃないの東京本社の方は博多にございますあ博多豚骨ラーメンでございますからそうだな、はい、でそれをもう全国的に広めたのが一蘭さんとそういうことでございますよ でなんと、うん、やはりですね今日はゲストお呼びしてますので、うん、中で待ってます豚骨といえば豚骨といえばそうあの人行ってみましょう誰かなあいつだったらやだぞすいませんお邪魔します失礼しますこれか2名ですそれでもそれいいんです今日はいいんですよ天然豚骨ラーメン専門店一蘭さんのオフィスよりお届けしておりますタイガー&バニー2同時視聴会第18話でございます今回はもちろんゲストこちらの方に来ていただきましたどうぞ同時視聴会をご覧の皆さんタイガー&バニーのこう見えてスナック菓子と麺類はものすっごい勢いで食べる方ホワンポーリー役の伊勢マリアですよろしくお願いします完成してるんだこれはですねちょっとそんなポカーンとしないでくださいよこれはですね心優しい平田博明さんが考えてくださった挨拶なんですよねえ森田さんがよかったよでも伊勢で本当ですか耐えてんだったらどうしようかと思ってたもん、まあ、そうなんですよいやいやいや表でね豚骨といえばっていうふりをしちゃったんではい当時紹介見てる方はあこれタイテンさんかなとあなるほどね、はいまあ、確かに豚骨といえばタイテンさんですけれども、はい、今回のタイガー&バニー2今回に関してはですよ、はい、もう一蘭さんがそりゃそうですよ私もそうなんですよ、ね、スポンサーといえば伊勢マリアですよねはいそうなんですもうタイテン必要もうタイテンさん首ありがとうございましたドラゴンキットといえばだってね一蘭さんがね、はい、プレイスメントとして入ってますそうなんですはいはいはい、はい、ということで今回は一蘭さんで、一蘭さんにお邪魔しまして、はいこの同時視聴会を収録いたしております、はい、さあでもねもうねそろそろ、ね、時間も時間なんですよ結構いい時間になってきちゃったんですよ、うん、そうね、はい、お二人でもなんかちょっとお腹空きませんかね確かに私はお腹空いてるんですよ俺食ってきちゃったんだよあじゃあもうお帰りいただいても結構ですそうした、はい、これからラーメン出ますよ待ってくださいこれからラーメン出るけど帰りますうっそあでも帰って俺ラーメン食ってきたんだよえこれからラーメン食うのにこれ食べてきたのこれあれ
これはそれはどちらのラーメンですか。これね、すぐ近くのね、はい、一蘭っていうお店。あ、これはまた奇遇ですな。食ってきちゃったんだよ。あ、そうですか。え、これからお出しするラーメンも、うん、一蘭という名前のラーメン。マジっすか。あ、じゃあ今日は平田さんすいません、追い一蘭という形で。ええー、あのね、全然構わないですよ、はい、いろいろとね、はい、こう、なんだい、ニンニクの量はこれだとか、はい、味は濃いめだ、はい、薄めだとかっていうのはいろいろあるから、はい、なんスタート、うん、今日はですね、はい、その辺のご説明をしていただこうと、なんと一蘭の広報担当プロ、はい、一蘭のプロ広報担当の倉立のぞみさんをお呼びしております。どうぞ。よろしくお願いします。よかった、大店じゃなくて。はい、改めましてご紹介いたします、一蘭さんの広報担当倉立のぞみさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日すいません、お邪魔しちゃってお忙しいところ。でもございません、ね、お越しいただきありがとうございます。はい、ありがとうございます。いつもうちのドラゴンキッドがお世話になっておりました。お世話になっております、こちらこそ。隣にいるんですよ。ありがとうございます。いや、もうこちらこそです。なんかいつもツイッターとかでも一蘭さんの公式さんがいろいろとたくさん盛り上げてくださって、はい、なんかドラゴンキッドの誕生日の日とかもツイートしてくださって、本当にありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しかったです。お祝いをさせていただきました。ありがとうございます。いいね、応援してもらえて。あのツイッターの広報だぞ。ツイッターの方も倉立さんがいるんですか。あ、そうです。はい、担当しております。ってことは、お祝いしたの倉立さんがお祝いしてくれたということですか。もしかしたらそうかもしれないです。いや、嬉しい。中の人にお会いできました、公式の人に。よかったじゃん。嬉しい。今回プレイスメントとして一蘭さん、はい、ドラゴンキッドもう一番目立つところにこう入れましたけれど、はい、あれどうして一蘭さんドラゴンキッドに入れたいっていうふうに思ったんですか。そうですね、やはりやっぱりかっこいいイメージですので、キャラクターですので、うん、ぜひちょっとそこに応援する意味でちょっと入れさせていただきました。はい、グラスさん、実はですね、はい、申し訳ない、ここのオフィスにねお邪魔してるにもかかわらず、はい、ちょっと僕たちね、お腹が減ってしまったんですよ。はい、で、僕は普通にお腹減ってるんです。で、伊勢マリアも普通にお腹減ってるんです。はい、さっき一蘭というラーメン屋さんでラーメンを食べたばっかりの癖して腹が減ってるやつもいるんですよ。やつです、あいつです。ありがとうございます、来ていただきまして。実際どうでした、今日一蘭さん行ってきて。聞きたい、聞こうか。うまかったんだよ。リアルじゃねえか。ありがとうございます。もともとね、豚骨はね、まあラーメンはみんな好きなんだけど、はい、豚骨は特に好きで、いつ以来かな、北九州以来なんだけども、で、豚骨も幅が広くてさ、いろいろあるじゃない、はい、熊本と博多でも随分違うし。そうですね。でね、何がいいってね、さっき食ってまた食えるのは、はい、博多の豚骨って少なめなんだよ。だから替え玉制度があったりする。あ、なるほどね。よかった、替え玉しなくて。しちゃおうかなと思うぐらいうまかった。ダメですよ。それダメ、よかった、うん、っていうか、そしたら僕お茶だけ飲みながら美味しそうに食べてるの見るしかない。ダメダメダメ、危なかったですね。危ないですね、うん、ギリギリだった。で、さっきも言いかけたら止められたけども、こういろんなね、あるんですよね。そうなんです。味の濃さが調節したりとか、うんうん、そうです。はい、で、今日ちょっとその辺のお話も伺いたいんですけれども、どうしましょう。じゃあまずはその、あ、でも一番最初とか、やっぱし先に知っといてもらった方がいいかもしれませんね。今回お出しいただくラーメンなんですけれども、はい、どんなラーメンでございましょうか。はい、今回お出しするのは、はい、2種類ありまして、はい、一蘭ラーメン博多細麺ストレートという。一蘭ラーメン博多細麺ストレート、はい、長いですね。伊勢さん、一蘭ラーメン博多細麺ストレート、あ、平田さん、はい、行ってみましょう。一蘭ラーメン博多細麺ストレート、見ながら言ってる。平田さんですね、うん、はい、はい、一蘭ラーメン、はい、こちらですね、はい、そうです、はい、博多細麺ストレートっていうものと、はい、カップ麺の一蘭豚骨というものです。こちらでいいかな、はい、こちらですね、はい、こちら、そうです。これよく見かけます。すごい、カップ麺もあるんだ。これはよく見かける。お手軽にいつでも食べれちゃいますね。そうです、はい、うん、これ、うん、このお二つを、そうです、
ご用意しました。これは先ほどのストレート麺と、はい、このカップ麺っていうのは当然違いがあるわけですけれども、はい、あのストレート麺の特徴というのは何でしょう。はい、あちらは博多細麺ストレートでございまして、うんうん、実は、まあ、あのご自宅用の商品として、まあ、ナンバーワンの人気を誇る商品でして、はい、まあ、リピート率もすごくあのリピートの方も結構多いような商品です。でこれ実はですね、あの使っている麺の小麦が店舗と同じでして、うん、はい、店舗と一緒なんです。でして、あの、まあ、店舗と同じようにつるみ感ですとか、うん、麺のつるみ感、つるつるした感じとかが、はい、あの特徴の商品です。うーん、はい、なるほど。じゃあお家でももう店舗と同じ味を食べれるっていうことが強みなんですね。さっき食べた味だ俺が。そうですね、本当に、うん、同じ味が食べられる。これ製麺麺職人が特別に配合した小麦粉で作ったということで、麺職人が、うん、でそれのね違いがすごいんですよ。僕これ見てびっくりしたんですけど、すごいそういうコシとかつるみ感ね、そういったものを味わえる麺になってるんですけど、それだけじゃないんですよ、うん、何？ゆで湯、ゆでるじゃないですか、はあ、ゆで湯の濁りが抑えられると、うん、だからそれだけその特製に作ったものだから雑味とかそういうものが出ない。そうです、もうだから茹でた後のお湯を見ればわかるよと。全然濁らないんだ。ああ、すごい、抑えられてる。すげえな、すごい。そのお湯でコーヒー入れられたりする。入れたければどうぞ。ここにスープ、もちろんあのラーメンといえばスープが重要になりますけども、はい、あのストレート麺は、スープどんな感じでしょう。そうですね、やっぱりあのコクと深みっていうのが特徴ですね、こちらのスープは、はいはい、深みというのは、そうですね、味わい深さといいますか、はい、あのすごく重厚感もありますし、あったあったあった、そうなんです、あった、はい、ちょっとこうこってり感みたいな、ね、そうですね、はい、これいいのかな、こんな時間にこういう話したら見てるやつらもそう、だから今どんどん食べたくなるじゃないですか。で今僕たちが喋ってる間に買いに行きなさい。またあと豚骨だと特有のあの臭みがあって嫌だっていう人もいるじゃないですか。そうですね、伊沢さんのラーメンどうなんですか。あ、実はですね、はい、結構あの豚骨の臭みが少ないというふうにあのお客様から言われることが多くてですね、全然なかったよ。なかった、うん、臭いのは臭いので好きなんだけどね、はい、あの九州行った時はそういうところを探して食べてみたりもするんだけど、はい、あのこれは全国受けする、あの臭みはなかった、うん、でもこってりはしててちゃんとしてて、豚骨のこってり感はあるんだけど、あの 100% 豚の骨から抽出しているスープですので、うんうん、それが本当に豚骨臭をなくすような形です、うん、はい、すごい。だからこういったあのご家庭で作るものでもあの手軽にお店の味が作れると。そうです、なるほど、はい、対してこのカップ麺です、はい、カップ麺といえば当然お湯を入れて3分待って出来上がりじゃないですか、はい、まあ、非常に簡単ですよね、まあ、もちろんインスタント麺ですが それが当たり前なんですけど、はい、そうなってくるとかなりこのプロの味に近づけるのは非常に難しいんじゃないですか、はい、そう思うかと思うんですけれども、はい、本当にあの即席麺とはもう思えないほどの、うん、あの 生麺感ですとか、うん、そういったものが特徴です。こちらに関してはなんか読んだらですよ、はい、このね中にあってるこのいわゆる こういったカップ麺ってノンフライっていう製法で作られてるんですけど、特注のですねノンフライ麺を使用しているということで、それも一蘭さんが独自に開発したと。そうです、はい、こちらのカップ麺はそもそも、自社開発の商品でして、それがまず珍しいですよね。そうなんです、はい、普通はあのカップラーメン屋さんがどこどこの有名店監修で作る。あ、そうそうです、はい、そうですよね、うん、ところが驚きですよ、これ自社製品で作ってるんですよ、うん、一から作ってるということなんですよ、うん、これもびっくり、うん、で麺もそういうノンフライ麺の、スープはどうですか。スープもですね、うん、あの大変重厚感もあって、うん、あの今回この、 あのコンセプトといいますか、うん、ラーメンの本来の美味しさを味わっていただくため、うん、まあ、実は具を入れておりません、こちらのカップ麺に関しては。なのでスープと麺と赤いひれのタレだけでもラーメンの美味しさを味わっていただける。スードンだ、スードン、うどんじゃねえす、ラーメンっす。ラーメン、スラーメン、すごいね、すごい、すげえ自信ですね。そうなんです、うん、はい、わ、嘘で、この秘伝のタレしか乗ってない。はい、
で、この秘伝のタレなんですけど、はい、これはどういうものですか？こちらは、店舗で食べていただいたラーメンと同じく、あのラーメン、あの一蘭のラーメンって秘伝のタレっていう風に、はい、ラーメンの、中央にですね、はい、あのこういった唐辛子ベースの秘伝のタレっていう辛味ダレがありまして、はい、カップ麺ももちろんこちらをご用意してるんですが、はい、今回こちらのカップ麺に関しては秘伝のタレはこのカップ麺だけのために開発しました。あ、じゃあ店舗のものとは違くて、違います、カップをベースにカップ麺に合うように開発しました。ちょっとこれはもう絶対にカップ麺食べたくなるやつじゃないですか。まあ、というわけで、すっかり皆さんストレート麺とこのカップ麺について勉強しましたということで、実際にお召し上がりいただきたいと思います。ラーメンお願いします。来ましたよ。いい香りがする。一蘭の社員さんが、うわー、ありがとう、持ってきてくださいました。どうぞ、普通の僕も低くなる。あ、すいません、お、すげー、やば、ありがとうございます。すげー、超美味しそう。はい、ありがとうございます。すいません、いただきます。めっちゃ美味しそう。ということでございます。なんとですね、ありますね。わ、すごい。で、こちらが皆さん、ストレート麺ですねの方でございます。ちゃんとね、森田仕事してる、ラーメン屋さんみたいにこうちゃんとこうやってすごい、これはもうなんで写真撮ってるかな。後でつぶやかな。そしてこちらが具がなくてそのままで勝負をするというカップ麺でございます。あ、本当だ、上に乗っかってるの違うんだ。そうで、これがですね、僕はちょっと別にしていただいたんですが、これがその秘伝のタレ、そしてこちらが一蘭さんで出している赤い秘伝の粉ということで、いただいていいですか。はい、伸びたので、伸びたので、お好きな方から食べてください。いただきます。僕はやっぱりこの20年かけて作ったという、あー、美味しそう、美味しそうな、うまそうな、いい音させてんな。お、大使いかがでしょうか。かわいい音を立てて食べる。こうやって、こうやって食べるな、ありがとうございます。それ、あの髪の毛が長い人用です、白田さん、ありがとうございます、なるほどね。この二人食べ方がね、ちょっと僕は違うと思うんですよ。まずラーメンと言ったらスープじゃないかと僕は思うんですよね。めっちゃうまい。え、これお店の味じゃん。あ、すっごく美味しい。それじゃあ早速、ちょっと待って、ありがとうございます。これ今何も秘伝のタレを入れてない状態の麺でございます。いただきます。こっちが、うん、ストレートね。はい、博多細麺ストレートの方です、ね。確かに臭みは全然ないですね。はい、ね、うん、こっち本当お店のツルツルツルみたいな、そのまんま。あ、確かにそのツル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 の感じがすごいですね。じゃあこのね、ストレート麺いただきます。はい、どうぞ。ほんで豚骨が濃い。おいしい。違いますか？全然違います。お、違いますよね。カップ麺もめちゃくちゃ美味しいんですけど、うん、やっぱりこっちの博多ストレート麺の方はお店と同じ味がします。しました。麺がやっぱシコシコしてるし、すごいコシもあるし、うん、かスープとのこの濃厚な辛みがもう本当にまんまお店です。お前食レポうめえな。お上手です。お仕事お待ちしております。さあ、こちらのコツでこの秘伝のタレ、僕別にしていただきまして、理由がありまして、ちょっと皆さんにこれどういう感じなのかって見せたかったんですけど、あのジャムのようなこういう粘り気がトロトロしてますね。トロトロしますね、はい、ちょっと見た目からは想像できなかったんですけど、これをですね、ちょっとボーンとかけますそしてはい、こういうふうに思います。よいしょ、すっげえ、黙って解説して解説して、はい、ということで、さあ食べてみましょう。結構辛いですか？ございます。そうですね。はい、いや、そんなに、はい、そんなに。うん、香りがいい唐辛子の、うんうん。あ、爽やかな感じの辛みですね、はい、これ。割と辛みだけではなく甘さも引き立つかなと思いますね。うんうん、これ秘伝だから中身は教えられないわけですよ。そうなんです。実はあのこの秘伝のタレなんですけど、
社内で4名しかレシピを知らない。社内で4名？はい、超ブラックボックスになって、社内秘密となっております。社長しか知らないとかですか？社長含め4名です。うわで私たちも誰がそのレシピを知ってるかも知らないっていう。あ、誰が知ってるかもしれないんだ。はい、そうです。私でないことは確かです。やばっ、よっぽどすごいんですね。じゃあ僕もちょっとストレート麺の方行ってみたい。うん、うん、でも確かにこのツルツルさすごいな、うん、でなんかお聞きしたんですけど、このツルツル麺、ストレート麺、はい、まあ、こちら あのカップもそうですけど、はい、この方がスープが絡みやすい。縮れ麺じゃないですか。そうなんです、はい、でこの方が絡みやすい、これどういうことですか。そうなんです、はい、実はですね、はい、縮れ麺の方が、まあ、実際、うん、スープがすごい絡みやすいと思われがちなんですけれども、うん、あえてその絡ますためにストレート麺にしてまして、うんうん、意外とストレート麺の方が絡みやすいです。あの二人全然ほんとかよ。しかもお店の司会部長を持ってきていただいてるんですね。これ美味しいですよ。ありがとうございます。最低だな。うんじゃねえよ。何納得してんだよ。お二人ともしっかり食べた、はい、ありがとうございます。ということでございまして、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。たくさんお話もありがとうございました。僕これまた後で食べるんですけど、ラーメンまでご視聴いただきまして。とんでもございません。ありがとうございます。召し上がっていただきまして。これどうですか、マリアちゃん。初めてじゃない、お邪魔して、初めてこっちにお邪魔して、はい、一蘭さんのこのね、お食事させてもらって。はい、そんなね、それが自分のプレイスメントで、どうですか。いやもうやっぱりドラゴンキッドが今回そのプレイスメントで一蘭さん、はい、一蘭さんをやってくださって本当に嬉しくて、もともと私やっぱりこのラーメン大好きだったんですよ、うん、一蘭さんのラーメンが、うん、一蘭さんのラーメンちょっと喋ってもらっていい？ネタだな。で、うん、なので、うん、もうなんていうと、ここのに大きなねドラゴンキッドのちょうど頭のところにこの一蘭さんのロゴを掲げながら戦えることもすごい誇りですし、実際に私もその後やっぱ食べに行っていますし、はい、なんだろう、このオフィスで、うん、実際に皆さんと一緒に同時視聴会の場で、はい、この美味しいラーメンを、はい、一蘭さんのラーメンを食べることができてすっごい幸せでした。もうめちゃくちゃ美味しかったです。ありがとうございます、はい、今何回今間違えたかだよな。一回間違えてませんけど、プレースメント外れる可能性がある。間違えてませんよ。ということでございまして、はい、一蘭広報担当の倉立のぞみさんでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまでした。ありがとうございました。はい、ということで、うん、皆さん、忘れてはいけません。誰だ、これからですね、タイガー&バニー2同時紹介第18話でございます。よろしいですか。はい、大丈夫です。全体的にもう眠くなってんじゃん。これ結局今の間に2杯全部食っちゃいましたからね。そうですね、森田さん食べられてましたね。食っちゃいました、うん、美味しい美味しいって熱くてしょうがないんですけど、はい、さあということでございまして、この番組はネットフリックスで配信されているタイガー&バニー2を毎週1話ずつ僕たちと皆さんで一緒に見に行こうというそういう仲良しな番組になっております。見に行こうってどこに行く。ただ会いに行く。ここで本編の映像は流せないので、皆さんは画面の下に表示されている再生時間を参考に、うん、ご自分のお手元で本編を再生しながら僕たちの番組も楽しんでくださいねっていうことは毎週申し上げております。はい、これ森田さんですよ。はい、では早速。森田さん、私のせいにした。もうね、もうね、もう、ね、もう日本中の血液が胃袋いっちゃってね、脳みそに血がいってないんで。びっくりしたんですけど今。そう、伊勢、わかりましたよ。ほら伊勢って感じだな。ねですよね。いいですよ。僕はカットしませんから。
どなたと違って。いいんですか、でも森田さんのセリフ私いただいちゃっていいんですか。あ、どうぞどうぞ。はいはい、はい、では皆さんですね、早速同時視聴を始めますよ。ご覧になっている皆さんもチャットで感想などを投稿しながら一緒に楽しんでくださいね。はい、その後もどうぞ。はい、行きます。市民の皆さん、はい、再生の準備はできてますか。3、2、1スタートで再生ボタンを押してください。はい、その後もどうぞ。我々もここで同時に押しますよ。では行きますよ皆さん、タイガー&バニー2同時視聴会第18話、3、2、1スタート。なんで私全部言うんですか。だって読みたいって言うから。いけね。さあ、耳つけなきゃ。始まりました、第18話でございます。はい、こちら、One eyewitness is better than ten hearsays ということで、はい、1人の目撃は10人の伝聞に勝るということです。おお、なるほど。ちょっとこれ伊勢さん読んでください。イセングリッシュで。イセングリッシュって何？イセングリッシュ、イセングリッシュで、ここを読むんですか？あ、違います。あ、この上ですか？はい、そうそうそう、はい、One eyewitness is better than ten hearsays。 イセングリッシュ、ありがとうございます。あ、じゃあしありがとうございます。はい、というこれね、今回ね、この18話ね、はい、ちょっとテーマがありましてね、はい、皆さんも一緒にかん考えながら見てほしいんですけども、うん、なんで俺がいねえんだっていうシーンがあるんですよ、ほう、この話数の中に。小鉄さんがそこになんで俺いねえんだよっていうね、はい、シーンがあるので、うん、ぜひそこをね見つけて一緒に生き取ってほしいんですけど、ほいほいほい。え、そんなとこありました。はい、うん、どこですかね。ちょっと我々ね、なんかもう常に小鉄さんがいらっしゃるっていうか、うん、一緒にいるってイメージがあるので、ね、これあるんですよ今。この俺のコメントでもう気づいちゃった人いる？え、ありました、そんなの。そこは俺もいい、もうちょっとね厳密に言うと、いることはいるんだけど、なんでそこ俺を映さねえんだっていう。え、まあまあその場所が来たら言います。なるほど、はいはいはい。まあ、少なくとも今ここじゃないですもんね。ここはもういないシーンだからね。ここはね、ここはいいんですよね。ここにいたらなんでいるんだってことになるでしょ、うん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 、あともう一つね、はい、こう18話はね今日のためにねいつもの3倍ぐらい見てきたんだけど。お、そんなに気合入ってたの？どうしたんですか？難易度高いんだよジョーリー。あ、僕ねそれ途中で諦めちゃいました。諦めるだろ。はい、諦めました。俺も途中で諦めるぐらい。みんなどこにいたか分かった？これ後でね正解を言います。はい、はい、だけど目を凝らしてジョリーも探してみてください。本当に、うん、はい、はい、ということで、うん、これは絶対ねどこにいるか後ほどここだよって言いますんでね。なるほど、見ながらですね、はい、探してみましょうかね。ということは、伊勢さん、はい、タイガー&バニー2もですねついに後半が、はい、解禁になりまして。そうですね、すっかり皆さん見てるということでございますけれども、はい、うん、まあ前期から、うん、はい、前シリーズから、前シリーズおかしいな、前半から後半に移ってきました、うんうんうん、はい、ここから後半かなりお話がぐっとこう、うん、そうですね、はい、なんかいろいろなんて言うんでしょう、そのまあ前半と言いますか、うん、その10あれですよね、3話、13話までが、ね、うん、13話までは、はい、まあいろいろね、あの敵キャラとかも現れて、うん、もちろんあの私たち、ヒーローたちをいろいろかき乱されること、うん、絆を試されることもいっぱいあったかと思うんですけど、はい、さらに今回その14話以降も、うん、またなんて言うんでしょう、その強大な何かにこう翻弄されて、いろいろ私たちがこう試されるじゃないですか。特にタイガーとバニーは、うん、なんかもう私ドラゴンキッドの立場からするともうすごい大変だなっていう印象がありました。なんかまあ吸ったもんだな状態ですね。吸ったもんだでしたよね、うんうん。で第1期シリーズのタイガー&バニーの時のようにやはりこう後になってくあのウロボロスがまたちょっかい出してきやがると、はいはい、で今回のお話もそういうふうにちょっと見え隠れしてきてるという状況ですけれども、必ずこうシリアスな展開で、今回はこのタイガー&バニーって差別問題っていうものを一つのトピックとして挙げてるんですけれど、今回はこの X という名前もさえも付けられてしまった僕たちネクストに対する差別問題というんですけども、伊勢さんこれを収録してる時、そういったところにはどういうふうにこう感じてました？うんと、うん、
ちょうど、まあ、これアフレコしていた時期はちょっと前になるじゃないですか、はいはいはい、けれどもなんかまあ世界的にもいろいろコロナだったり、うん、そのまあ、海外に行くことも難しい世の中にはなっていたんですけれども、うん、これやっぱちょっと閉鎖的な、はい、こう空間日常がやっぱちょっとこう当たり前になっちゃって、うん、みんなのこのフラストレーションだったりとか、うん、そういうのがこう爆発してしまう、うん、まあ、そのまあアメリカだったり、うん、結構外国ではそういうのがニュースで見受けられてた時に、なんかやっぱりそのなんて言うんでしょう、こうアジアだからとか、うんうん、まあその肌のその色が違うからとか、うん、そういうところでのなんかそういうまあ暴動みたいなところに、うん、やっぱ私もなんだろうな、ちょっとこう心を痛めたりとかもやっぱありましたし、何、ねうん、だろう、こう何かこう怒りがこう溜まった時に、うん、そのぶつける相手がどうしてそこになるんだろうみたいな、それってどう線引きしてそこに行ってしまうんだろうっていうのは、やっぱちょっとこう差別だったりとか、区別じゃないですよね、もう差別になってしまってるんじゃないのかなっていうのは正直感じましたので、なんかタイガー&バニーってやっぱそういう世界情勢的なものとかもやっぱいろんなこう組み込まれてるので、なんかそういうのちょっと考えるきっかけになったりとか、うん、しましたけどね。まあ、実際今回の作品本当に深い意味を持った作品になりましたもんね、はい、うん、あ、そうなんですよね、うん、くしくもこれこれあの X が感染症だどうだこうだって話になってる、はいはい、書いた頃なんかコロナのこの字もなかったんだから、はい、すごくこのリンク した、すげえな西田さんリンクしちゃったよとか思いながら見てたけど、あのそういう不思議なところも感じて、うん、だからすごく、うん、あの我々コロナを経験して、うん、感染症っていう言葉がすごく身近になったから、うん、リアリティもあるよね、うんうん、そうですね、いや本当にそうだと思います。所詮作り物だっていうのは分かってんだけれども、うんうん、ネクストなんか一人もいないし、この、うん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 、でも見てる人もなんとなくこう実感というかリアリティを持って、ね、うんうんうん、見るでしょうけどね。そうだと思います、うん、またもうすでにこう見た方はいると思いますが、こうやって会議をしている人たちもね、うん、いろんなちょっと思惑があるというところも、うん、なんか怖い話ですよこの話は。そうですよね、うん、ということでございますね、はい、あのそういえば一さんこの間、はい、同じバディの楠木ちゃんと、はい、楠木さんではなくて楠木ちゃんちゃんの方ですね、はい、うん、あの対談をされたと。あ、そうなんですよ。どうでしたか。 あのですね、はい、あの楠木ちゃんとしっかり、はいはい、なんかあのお話ししたのがあの対談が初めてだったんですね、はい、あ、なるほど。なんかアフレコの時ってやっぱりその、うん、まあ、限られた時間の中でもうみんなやっぱお芝居することに集中しているので、うん、そんなにこうざっくばらんと向かい合っていっぱい喋るっていう時間がなかったんですよ、うん、なのであの対談でこう楠木ちゃんと実際にまあ目と目を見ながら話した時に、あ、キャット演じてた時こういうふうに思ってたんだとか、ドラゴンキッドに対してこういう印象を抱いてたんだとか、うん、他の先輩ヒーローさんたち、うん、に対してなんかこういう思いを抱いてなんか我々の仲間に入ってくれたんだとか、そういうのが知れてよかったですね。実際どんなことを思ってたんですか。うんと、まずやっぱりすごくこのタイガー&バニーって楠木ちゃんもまあ小さい頃から見てた作品なんですって。楠木ちゃん今22とかなので、やっぱこのタイガー&バニーの小学生の、そうです、もう10年前ですから、やっぱ小学生ぐらいの時にものすごい人気なまあアニメ作品として自分も一、まあ、視聴者ファンとして見ていて、そこにまさか自分がこう参加するとは、まあ、夢にも思わなかったし、何よりその先輩ヒーローたちがすごくかっこいいと。ほうほう、俺が俺が俺が、え、そうです、まあ、平田さんです、まあ、平田、俺は俺は俺は、あ、森田さんもです、はいありがとう簡単だな俺のとこで、はい、やっぱその中でなんかその先輩たちの中に入っていくやっぱそのプレッシャーとかもやっぱあったんですって、はい、だけどなんだろう、こう、まあ、私がこう先輩たちの中ではこう代表としてこうしっかりと楠木ちゃんや信長くんや千葉くんたちのこういい見本として背中をしっかり見せていったんで、すごく安心してできたと。そうだな、はい、だって言い過ぎなかったらただのおっさんの集団だもんな。みなこちゃん、みなちゃんいますけどね、ことぶきみなちゃんとかね、うん、だけど、うん、今回外国だし、あ、そうですね、確かに、まあでもね、あの楠木ちゃんも言ってましたけど、はい、あの伊勢さんがすごいこう引っ張ってくれて、あ、本当ですか、現場を盛り上げてくれたということだって、はい、そういう姿を見てたんですね。なので今、うん、
伊勢は自信を持って、私がやったんだと私が全てを仕切り、私が盛り上げた、新人は私が育てたと。まあそう言っても過言ではないいやでもよかったな、じっくり話ができて、はい、できてよかったです本当に、はい、本当だね、よかったです、はい、いやなかなかほら分散だったから、うん、ね、若い子たちとお話することはできなかったから、うんうん、そうですよね、どういうふうに思ってんのかなっていうのはちょっと気にはなってたんですよ。そうなんですよ、うん、だからすごい私結構みんなが緊張してるんじゃないかなと思って、うん、アフレコ始まる前とかにもう みんな一人一人に話しかけてたんですよ。なんか特に千葉くんとか、はい、千葉くん大丈夫かみたいな、もうガツンと行けよみたいな、そんな木村さんの音響をねディレクションにこうビビってんじゃないよみたいな感じで先輩方をビュービュー吹かせてたんです。すげえすげえ吹かせまくってたんですよ。そしたらなんかそれこそ同時視聴会の時に千葉くんが何か来た時に森田さんが千葉くんになんか伊勢さんどうでしたかみたいな聞いたんですよ。そしたら千葉くんなんか苦笑してたんですよ。伊勢さんですかみたいなそうだったっけ。そうなんか苦笑しててみたいな、私あんなに面倒見てたじゃんみたいなそんな苦笑するみたいな感じでしたね。いやすっごいありがたがってたよ。本当ですか。千葉くんとかすっげえありがたがってたよ。本当かい千葉くん。なんかあのキッドと被ったんじゃないか、私先輩だから一生懸命頑張んなきゃっていうの伊勢さん地でやってんだみたいななるほど。よく長い間やってるとキャラに似てくるとかさ、はいはい、役者が。そうですね、じゃあ私がものすごくちょっとこう頑張って背伸びしてるのがバレちゃってたんですかね千葉くんにね。いやそうかな、そういう風に映ったんだよ。なるほど。でもちょっと見たかったですね、伊勢マリアがその若い子たちを一生懸命これ盛り上げようとして座を引っ張っていく姿。そうだね、見たいですよ。でも俺まあ任せっきりだったからな、もう本当にだって収録終わるぐらいまで、まあ、信長以外はあの二人は千葉くんと楠木ちゃんは、うん、ほとんど話さないおやですぐらいで、うんうん、あのプレイブでやっと顔と名前が一致したぐらい。あそうですね、そうですね、イベントねありましたね、うん、そう考えてみてずいぶん長いこと作品をやってると。はい本当ですね、ございますよね、うん、さあすっかりね後半途中経過ですけれども、はい、現時点まででまだジョリー出てないです、うん、さあどうなんでしょう。あれすいません、あの平田さんのなんで俺がいないんだっていうところはもう過ぎました。あれ過ぎちゃいました。いや、え大丈夫ですか、まだ今何分、今何分、え21分、12分、今のさツンチョン家でみんなが集まってるシーンだ。ツンチョン家津田選手じゃないっすよ。あったろ津田選手、あれだったらマジやべえっすよ本当に。あったろ、はい、でこの後もう一回出てくるだろ、はい、このシーンが、はい、今終わっちゃったかと思ったけど次のツンチョン家で。なるほど、ほうちょっとじゃそこはやっぱ注目してみないと。そこはちょっと注目しましょう、うん、この人ほんとヒゲ濃いよなこの人。うんですね、ヒゲ濃いですね、うん、あとさこれこの後さ、この後かグレゴリーサンシャインが襲って口からビーム吐く、俺見たんだよっていうあのネタを持ってくる、あここ掃除のおじさんね、はい、もう終わっちゃったよそこのシーン。あの時のあの火吐く人もヒゲ濃いんですよね、すげえヒゲ濃い。あれこのシーンですか平田さん。そうそうそう、このシーンでね、ちょっとちょっとよく聞きたいな、これもうちょっと後だよな、覚えますよ。まだまだ、あ無駄話していいよ。うんうん、あ、そうですか、そう無駄話、無駄話しましょうか、無駄話、うんうん、井上剛さんはお元気ですかね。あ、この間会ったけど元気だった。前回あゲストが剛ちゃんで、うん、なんかずっとハンバーガーしか食べてないんだって大きくなっちゃってて、うん、すごい大きくなってまだタイテンと見分けはつくけど。あでもいいところまで来てますね。もうそろそろ大天さんにこう近づくんですかね、うん、ゴブさんも、うん、でもね配信までには痩せるって言ってたから、はい、だって配信を見ている井上剛君に話しかけてたから。あなるほど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 、痩せたかいとか言ってみんな痩せたかな剛さん。まだなんかあの昔の剛君の皮をかぶってる状況なんですよ、うんうん、はいはいはい。だからその、うんギリギリその皮かぶってるんですけど、うん、その皮をもし破いてしまうと、うん、
大天さんになるよっていう感じなんですよ。イメージ。イメージは。イメージね、わかりますわかります。間もなく大天。間もなく。こうさなぎがね、脱皮して蝶になる感じ。あ、そろそろ。あ、そろそろ。ここさ、バニーの足の心配が、まあ、してるとかみんなにバレてさ、こう周りがみんないい反応するじゃない、あ、分かった、どこだか。これでしょ。分かった俺、どこを言ってるか。スカイハイ言うでしょ、これ3人映ったでしょ、2人映ったでしょ、1人映ったの、バーナビに戻っちゃうんだよ、ほら。ほんとだー。この後来るから。この後ですよ。違う、これは違う。バーナビーが、我々では頼りにならないっていうのかいってあんな優しくさ、ゴーちゃんが言うじゃん。はい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 、そしたら、みんなの顔を見渡して、いや違う、頼りになる人たちばっかりだって思うっていうシーンじゃない。うんうん、あ、そうですね、はい。なんで俺のこと見ねえんだよ。まあだから、視界に入ってなかったんでしょうね。俺がいけないのか。俺が。こっちからいいな。こうやってやっときゃよかったのか。他の人前にいますか。ここも止めて見返したもんね、あれ俺見てねえ、 俺のこと見てねえ。それにゴーを逃して後ろからこうやってきたんですよね。ゲッツって。それしかもカメラに向かって手を出す、あれでも結構ムカッときてんで、ここはやりならグーってやってたかもしれない。首絞めに感じ。そうそうそう、ここが俺の18話のハイライトシーン。ちっさ、なんで俺がいねえんだよ。ちっさいですよ。なるほど、はい、それは小さいですよね。どうですか今のは。なんかバーナビーさんが悪いというよりかは、これを撮影してるカメラマンがそのなんで小鉄さんにちゃんとカメラをフレームを持ってこなかったのかなってことですよね。だからきっと小鉄さんはやりながらカメラこっち向かってねえなっつってガッて言ったんでしょうね。カメラ、なるほど、カメラマンが悪いです。これは監督がいけないってことですもしくはカメラマン撮ったけど監督がカットしたと。あ、そういうことです、そういうことです。じゃあ何言ったわけですか。こてつはいいからガチムチ移してっていうこと。加瀬監督が悪いというふうに今平田さんと伊勢は言っております。僕は言ってませんよ。僕はちゃんと映ってます。僕は言ってます。いやいや、でもね、でもきっとなんかやっぱりこの2人の絆があるから、まあ、あえてそこを撮らなくてもいいんじゃないかなって思ったのかもしれないですね。あれと思ったんだよな、十分だと思いますけどね、さあここからヒーローたちが独自に捜査を始めてしまうということでございますね。ここでこういう聞き込みがあるから市民たちと触れ合うシーンがチラッチラッとあるけども、はい、ここまでぐらいしかチャンスがないんだよね、あのジョリーの。最初の避難先はあれネクストばっかりでしょ。そう、もしかして何かのネクストなのかなと思って一生懸命探してたけど、それじゃ設定おかしいから、ジョリーいないし、まあ、もしくはジョリーに子供がいた場合付き添いはできるっていうふうになったんで、だから僕も一生懸命見てたんですよ。だけどいねえんだなっていう。ここにあそこにはいなかったんだよね、避難所にはね。で以前にもあの背中だけ、遠くに背中だけっていうジョリーいたんですよ、だからあもしかして背中かっ思って探した。探したけど見た。探すんだよ、みんなも探したべ。探したべ。不思議ですよ。エンディングになったら正解言いますよ。結構僕今回はかなり群衆シーンがいっぱいあったんで、ジョリーが出るタイミングはチャンスはあったかなと思って一生懸命探しましたけどね、つい一瞬この画面にスマホの画面がジョリーじゃないかと思いましたからね、それだったらすげえな。これでもいいですよね。これがジョリーでも面白いですよね。それだったら マッティアに問題があるだろう。俺たちのリアクション待ってるけどな。うっていうリアクションもあるこれね、目の前にいるもね、女性2人ですからね。このシーンを見た時にどれぐらいの市民たちがえって思ったのかなと思うんだよね。僕はこれなんか台本読んでてえってなんか変な感じだなって違和感はありましたね。なんかさ、マッティアがすごくまあ薬のせい、実験のせいかもしれないけど病弱な設定でさ、入院もしたし、か細い線が細かったじゃないか。ここでこういうふうに出てくる、こういう出方をすると、あれどっち側なんだってこう。そうなんですよね。で、あのバーナビーが僕は信じてます、信じてますって言えば言うほどんっていうのは浮かぶ、
ある程度浮かぶんじゃないのかなって気がして、前半のシリーズの時にマッティアが怪しいっていうの伏線は結構張ってたんですよね。そうなんですね。一番最初僕はもうそのあのバーナビーに負けないみたいなところで、あのバーナビーのこうカードを持ってたりとか、なんとなくバーナビー恨んでんじゃないのマッティアってっていう側面があったんです、ね、ちらっと。それゆえにここの段階で18の段階で、うんうんうん、あやっぱマッティア黒かと思った、思っちゃう。市民が結構いるんだよな、うん、こう揺れ動いたんですよ、うん、揺れ動いたんです。不眼無眼の時とかすごい協力的だったから、うん、あやっぱマッティア普通にいい友達なのかな、うんうん、と思っていたらこれですからね、うんうん、結構な人数いるんだろうなと思うよな。うん、こういうカットも怪しく見えるよ。いやもう怪しいんですよ、あそこのカット。黙ってて欲しくないよね、ああいう時喋ってくれよね、うん、いや本当に、あのバルビーとかって言うといいやつに見えるんだけど、黙ってるとこ怪しい、なんか意味深にね感じちゃうんですね。今回のホアン・パオリンの髪型可愛いですよね、うん、ショートカットいつも言ってくださいますね、うん、ありがとうございます。いつも言った僕だってタイガー&バニーの2の一番の推しホアン・パオリンですから、ね、あざます、ありがとうございます、うん、一番可愛いな、ありがとうございます。2番目誰、え2番目カリーナ女子、3番目は3番目クスノキちゃん、えそこラーラじゃないんですか、クスノキちゃん本人なんですか。可愛いもん、あへえ、良きかな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 。ここね。なんかすごい覚えてるここのシーン。ここね。ドゥーそう行くんだよね。一気なんだよ。昭和の警察官っていう。ダイアンって感じ。壁に手つきますよ、あんなクラッツって。でもこれ、タイガー&バニーでは珍しい、なんか警察の潜入捜査みたいらしい。うん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 、そうですね、うん、まあ、これが後々また問題になっちゃうわけですけどね、うんうん、ここのシーンあれなんですよ、そのキットキャットが得た情報を、うん、そのタイガーたちに伝えて、そうそうそう、でも実際はもうもぬけの殻だったっていうシーンだったんで、うん、なんかあ僕たちのせいでってなんか思った記憶が、あそんなこと思いながら、うんうんうん、なんか違う情報与えちゃったって思いました。あこうやって時々鋭いスバル、うん、もう伊勢さん一押しの千葉くんですよ。私一押し千葉くん一押しです。あ失礼しました、伊勢さんが一番恨んでいる千葉くん。恨んでますね。恨んでない。恨みに思っています。ほらうわやばいよもう、なにこれ、これ本当はマジがっかりきたもん、ゾゾッときたよね、これエンディングでしょ。やっぱそこなのっていう、なんかあの脚本的にも残念だったんですよ。もうこれ前半で分かってたじゃんっていうふうに思うよ、ね、いうふうに思っちゃう、すごいなんかもういろんな残念感、マッティは友達だとなのに違ったのかっていう残念感と、何嘘これもう超分かりやすい脚本なんだけどっていう、でこれをここまで見た後に読んだ後に思うのは、うんうんうん、次の輪からのバニーがめんどくせえなとか思う。ポテス的にはへこむし、いやそんなはずはだって彼はなんで、あーめんどくせえなと思っちゃう。ここまでさ、僕も思いっきり騙されていたということでございまして、エンディングでございます。はい、平田さん結局ジョリー正解言いましょう。はい、第18話のジョリーは、はい、ジョリーはいません、いないんだってよ。いない、俺も散々見てちょっと分かんないから電話して聞こうと思ったけど、もうここ来て真っ先に「おはようございますジョリーは？」って聞きゃいいやと思ったら、スタッフみんなも探しまくって分かんなかったから本社の方に問い合わせたら出てないんだって。え、なんであんな偉そうに言ってたんですよ。そうタイガー&バニーには必ずジョリーは必ず1話に1回は必ず出る、1話に1回必ず出るっていう情報だったから探したんだけど、そう
いや、なんか手違いがあったみたいで、まだ全部の確認はできてないんだけど、はい、この1話だけなのか、もう1話には出てないのがあるのかどうなのかっていう。ちょっとただ18話には出てなかった。探すよな。だって出るっていう風に言ったから平田さんがこの今日のジョリーっていうコーナーを立ち上げ、コーナーまで立ち上げたんだよ、はい、ジョリーを探せのコーナー。そういうことなんですね、はい、今日のジョリー。だからいつもより真剣に見ちゃって昔ね怒れなかったんだけど、あのよくあの吹き替えでもアニメでも、うん、人の台本にいたずら書きをして間違い読みをさせようという、まだ若い頃よ、はいはい、すごい若い頃、平田さんがそんなことをしたりされたりしてたら、はいはい、ギスギスしてんな俺。第一シーズンのロトワングって宮本充、はいはい、芸団の後輩なんだ、はい、知ってます。芸団辞めちゃったからただの年上になっちゃったんだけどもあいつにいたずら書きすると結構ないい感じで引っかかるわけね、はい、間違えて読んだりとか。たどり着いた究極のいたずらは、その A パートなり B 終わって休憩なりで行って宮本はトイレに立つ、帰ってきた時に宮本の台本を おかえりっつってこうやると、ちょっと何やったんすかって探すんだよ。ずっと探すんだけどいたずらしてないの。見つかるまで、イラさんここやったでしょってやると見つかった時って安心するから、いたずらしないっていうのが究極のいたずらなんだよ。人はい次本番行きますって、いやまだ見つけてないんで、どうしようどうしようどうしようって言いながら前でもまた立つんだけど、それを思い出したよね、ジョリーを。違うだろ、普通思い出さねえよ最低ですね。はいはいじゃない、私最低だ。まあでも今回は、まあ、平田さんがそういう目にあったってことですね。ジョリーどこだどこだどこだ探して、でも18話にいないから、なんだすんごい見たもん、ね、因果応報だ。そうですね、帰ってきたんですね、はい、宮本さんの呪いですって、ロトワングの、はい、うん、呪いですって、やられたな、来ましたよ、はい、ということで今回ジョリーはいないということで、はい、宮本さん本当にどうもすいませんでした。なんでみんなして宮本に謝るさあということで平田さん、そろそろこの番組のメインをいきましょう。メインいきましょうか。はい、いきましょう。はい、みんなご存知、はい、今日は今18話見たんだから19話の予告ですね、はい、ここでしか見られないんですよ、はい、いきますよ、3、2、1、どうぞ。はい、キットキャットの部屋の片付けを始めると途中でアルバムを見始めちゃう方、ララです。本当に内通者がいるのかな。次回タイガー&バニー2、カニにまっすぐ歩かせることはできない。クスノキちゃんですよ。かわいい、かわいいクスノキちゃんでございました。カニにまっすぐ歩かせることはできないっていうのはどういう意味ですか。カニは横歩きしかできないので、まっすぐ歩かせることはできないよっていうことですよね。それ解説だな、それ解説。あ、そうか、これは解説か、解説だな。これはことわざだったり時には同様の歌詞だったりするんだけども、はいはいはい、その言葉がなす意味、はい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 、かすみ、できないことをさせてもできないよってことです。だから無駄な手間をかけるなってこと、かけるなってことです、きっとね自信なさはいはい、手上げてた割には最後何そんなこびるような目なんだいやいやじゃない、どうですか森田さん。僕はなんかこう横のものは縦にできないみたいな、縦のものは横にはできないみたいな、そういうような格言かなと思いましたけどね。なるほど、来週正解が分かるわけですね。でちなみにですね、忘れてました、うん、今日 の流した18話の、うん、表紙こちらになります。かわいいキットキャットが、うん、出ております。可愛らしいですね。そして裏面が平田さん持ってますか。はい、はい、こちら見てください、お人形さんですよ、はいね、ちょうどここにいるんですけど。そうそうそうなんです。これ新しい新商品です。ハッピーくん人形、ハッピーくん人形、ここ書いてある字はですわね、皆さんお腹減ってますか考えてなかったな全然違いますね、はい、ということでございまして、今日のこのタイガー&バニーの18話は、1人の目撃者は10人の伝聞に勝るということで、人づての話は当てにならないという
百聞は一見にしかずという言葉だということでございます。そういうことですね。さあということでございまして、ここでタイガー&バニー2からシュテルンビルト市民の皆さんへお知らせでございます。はい、タイガー&バニー2は現在ネットフリックスにて全世界独占配信中、うん、第1期テレビシリーズと劇場版2作品も配信していますので、そちらもぜひご覧くださいまし。はい、そしてタイガー&バニー2のブルーレイ第2巻は11月25日発売です。プレシャスイーブの夜公演や同時視聴会メイキング映像など、今回も300分を超える映像特典がついてまいります。メイキング映像は現在 YouTube で公開中のものに未公開映像を加えたロングバージョンでございます。ロングバージョンです。もちろん新録のオーディオドラマも入っております。詳しくはタイバニ公式サイトをご覧ください。はい、ご覧くださいませ、はい、そしてでございますよ、うん、折り紙サイクロンにプレイスメントしているバンダイナムコアミューズメントより、うん、タイガー&バニー2 in ナンジャタウンの開催が決定いたしました。やったー、うん、期間はですね、2023年、うん、来年の4月1日土曜日から5月7日の日曜日まで、うん、思いっきりゴールデンウィークを持っていくわけですね、うん、そうですね、うん、そしてこちらの書き下ろしイラストも初解禁。あ、もう出てる、今出てますね、出ましたね、めっちゃいいこれ。イベントに先駆けてシュテルンビルト市民ヒーロー応援セットを発売中です、うん、どんなセットなんだ、ね、こちらの販売期間は今年の11月25日金曜日までとなっております、うん、詳しくはナンジャタウンの最新ニュースをチェックしてみてください。珍しい、これすごく、うん、いい、深いんですよこの書き下ろし。これ多分なんですけど、私の解釈なんですけど、うん、はい、バーナビーは、はい、いわゆるこう立ってるじゃないですか、立ってちょっとこう手をやってるで、これは、はいはい、いわゆるそのなんだろう、大人の女性に向けて、まあ、大人の、まあ、男性もですけど来てよっていうこと、うん、で小鉄さんが膝まついてるのは小さい子供もおいでよっていう子供の目線に立ってあげてるんですよきっと。これそうかい、これはお控えなすってなのかなと思ったけど、伊勢さん正解です。やったー、お控えなすってじゃねえの、言ったものの私本当は分かりませんでもそうじゃないですか、でもそうでしょこれ、これ絶対どう見たってそうですよ、うん、これお控えなすじゃないですよ、うん、違いますよ、うん、これも小鉄さんの優しさですよやっぱり。そうだわ、楓ちゃんっていう子供がいるパパならではのこれ発想ですもん。はー、すごいね、これは素晴らしい絵です。伊勢さん今日一番の働きですよ。やったー、すみません、一蘭さんのところアクセントをカットしてあげてください。いやすごいわ、うん、あ本当だ、これそうだ、うん、そうだね、小さいお嬢さん小さいプリンセスに向かって手を差し伸べてるんです、これ小鉄さんは。いや小さいプリンセスって言い方が素敵楽しみですね、タイガー&バニーズ、なるほど、ね、ナンジャタウン楽しみにしていただきたいですよ ね、毎回いつもこのね、ナンジャさんとかでいろんなイベントをタイガー&バニーやってますけど、いつも大盛り上がりですからね、楽しみでございます。そうそう、はい、ということでございまして、以上タイガー&バニー2からのお知らせでございました。はい、さあそろそろ同時視聴会も終わりの時間がやってきちゃいましたが、うん、はい、アーカイブでご覧になる方はコメント欄にも感想書いてくださいよ。はい、ということで伊勢さん今日やってきましたけど、はい、今日一蘭さんにお邪魔をしまして、はい、そしてラーメンまでご馳走になる、本当にもうお腹もいっぱいですし、はい、もうすべて満足でございます。心も満たされましたし、なんかいいね、うん、ラーメンご馳走になったり、この間スタジオでね、うん、クールシュご馳走になったんだよ。素敵、いいですね、ブルーローズの時に食べる、いただき物をしながらプーリッシュ食べ、うん、飲みながら見たりとか、うん、そう食べながらではなかったけど、あのラーメンいただいてこれ見たりとか、最高ですよね。最高ですね。夢 は、うん、この同時紹介を、うん、あの温泉でやるっていう、うんうんうん、温泉の地方自治体を探してるんですよ。探してる、協力してくる、なるほど、ここに温泉から放送プレイスメントね、はい、ちょっとどうですか伊勢さん、どうですかそれ、もし温泉から。いや最高だと思いますね、温泉ぜひみんなで行きたいですね、はいはい、その場合ですよ、婚約になりますよ。うん、うん、いいんだよ、足湯だから婚約でも。じゃあ OK です、足湯か、足湯かさあということでございまして、虎の方ウサギの方も引き続きですね、募集しておりますのでよろしくお願いいたします、はい、次回第19話のタイガー&バニー2同時視聴会は11月12日、11月12日土曜日21時より土曜日の夜9時から配信いたします。ぜひまた皆さん一緒に楽しみましょう。
はい、番組のね、あの感想なども送ってください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで今回のお相手はバーナビーブルックスジュニア森田正和と、お腹いっぱいの小手役平田博明と、パオリン役一蘭伊勢マリアでした。はい、ということでございます。あ、まだ10時ちょい前なんで、はい、多分、うん、一蘭空いてます。いっけー、いっけー、いっけー、いっけー。